笹竹は、原タケ目原タケか風船竹属のキノコである。このキノコは幅6センチメートル以下の傘と、長さ12センチメートル以下の柄を有する茶色の小実体を生成する。傘の下の密集したヒダは、茶色に変わる前は黄色を呈する。笹竹は、新葉樹林の湿った場所に発生する。北半球の温帯全体に分布している。近年のキノコ図鑑には、食用、 有毒と記載しているものがあり、火を通せば食べることが可能だが、風味が土臭く、食用価値は低い。毒成分は明らかになっていないが、体質により腹痛と下痢を引き起こすと言われている。1753年にカール・リンネによって初めてアガリクス・シンデマミアスとして記録された。このキノコは1838年にエリアス・フリースによって現在の学名に改められた。 ダーモサイビーシンネマミア、フライヤラシンネマミア及びゴンフォースシンネマミアスという学名の変遷は風船竹属の分類に関する長年にわたる異なるアプローチを反映している。英語圏では一般的にシンガモンウェブキャップとして知られている。傘の肉厚は極めて薄く直径3から6センチメートルで初期には休憩で後にベル型に凹み、 通常は中央に突起を有し、多くの場合は不規則で円に向かって曲がったり波打ったりする。円は初期には内向きにカーブし、後にまっすぐになり、時には円自体がわずかに曲がりくねって、シワが寄ったり、一部分だけシワが寄ったりする。傘の表面は乾燥して不透明であり、細かい繊維で鱗状を停止、短く密集したザラザラした毛に覆われており、最初は 鮮やかな黄色い黄土色から黄色ないし、緑褐色で、後に毛が少なくなるか全くなくなり、成熟した茶色いオリーブ色ないし明るいオリーブ色を呈する場合には、しばしば縁にサフランの色合いを有し、若い時には外皮膜由来の数多くのフィブリルがあり、後に縁は同色となる。膝は密集していて、柄に凹んだ付着部がある。膝は互いに密集し、 三から五ミリメートル幅でへこみがあり、歯がついている。若い時には鮮やかな黄色を呈し、次に茶色っぽいオリーブ色に稀にサフラン色で、最終的に茶色っぽいオリーブ色から鈍いシナモン色となり、ヒだと同じか薄い色の市場縁がある。若い標本には傘から柄に伸びる細い繊維状の黄色い一室がある。柄の高さは8から12センチメートルで、 幅は0.5から0.8センチメートルとなり、円筒型で、しわしわずかに波打っており、中身だが、次に、中空で均等な小繊維で覆われ、非常に脆くなる。最初は、火だとほぼ同じ色の鮮やかな黄色ないし黄色で、後に多かれ少なかれ、オリーブ色を帯び、部分的には茶色くなる。内皮膜由来の細かい毛で覆われ、一つまたは二つの、 不完全で斜めの通常はすぐに脱落する領域を形成する。肉は薄く、傘の中ではオリーブ色がかった薄い黄色ないし、黄色を呈し、柄では少し暗い色で黄色からオリーブ色となり、わずかに大根状の香りとマイルドな味がする。胞子紋は淡く鈍いサフラン色を呈する。胞子は細長い楕円型で、表面はほぼ滑らかで、 細かい穴が開いており、8.5から10マイクロメートル、X4.4 マイクロメートルとなる。端子は20から30マイクロメートル、X5 から8マイクロメートルである。笹竹タケコ実体は、キノコ染色で茶色に染めるのに使われる。このキノコは、杉属のカレックスフラカと共に、外金根のような構造を形成する。笹タケコ実体は、 新葉樹林の湿った場所でよく見られ、ヨーロッパだけではなく北半球の温帯全体に分布している。また、中国雲南省でも採取されている。笹竹タケは、杉属のカレックスフラカやカレックスピルーリファーの、根形にコロニーを形成し、ハルティヒネットを描いた外金根のような構造を形成する。笹竹タケと、杉属の間に形成された構造は、明確な金賞。 表皮細胞への菌種の侵入、根状菌種束及び母体外菌種を有している。これらの外菌根様構造は一時側根に形成されるが、形態学及び解剖学的には、ダウチ状の根とは異なっている。ありがとうございます。